13時3分キックオフのゲームでした。長野と鹿児島の一戦です。まずは前半の6分、この右からのセットプレー中で長野の選手が倒れまして、まず最初に PK を得ます。これを津田がしっかり決めまして、長野が先制をしました。さらに前半の10分、このミドルレンジから25番有永のミドルシュート。ここまでは、少し長野が押す展開になりました。続いて12分です。鹿児島の攻撃、この五稜からのクロス、糸を引いたように伸びていったボールは最後吉井のヘッドでした。これはゴールキーパー阿部が防ぎました。そして17分です。鹿児島のゴールシーン、今度はこの長畑からのクロスを後ろにいた田中総一が左足でしっかりシュート合わせまして、同点ということになりました。この田中総一の鹿児島に来ての初ゴールで1対1の同点。さらに42分です。鹿児島、ここは長畑から後ろにいた五稜からのクロス、茅沼のヘディング、これはゴール空いていたんですが枠に飛ぶことはありませんでした。前半は1対1で折り返す展開になりました。そして後半の立ち上がりです。48分、鹿児島ボールをつないで、最後はこの茅沼のミドルシュート、ここもゴールキーパー阿部がよく防ぎました。その後70分です。また鹿児島、この川森から後ろに下げて、この五稜の左足のミドルレンジ、低いシュートを放っていったんですが、ここは阿部の正面でした。そして75分です。ここ川森が攻めたところ、エリア内で松原が倒してしまいまして、鹿児島に PK が与えられました。そして蹴るのは川森、ゴール真ん中に決めたゴール。川森の2試合連続ゴールで一旦は2対1鹿児島が勝ち越します。しかし78分、長野、ここは松村が最初仕掛けていって、ここは佐藤、このボール、最後は津田がフリーでした。アンジュンスも手で触ったんですが止めることができず、津田の今日2得点目、これで2対2同点に追いつきました。その後もお互い攻めてはいったんですが、結果的には2対1引き分けということになりました。